前の親父はデリヘル錠を運んでるんだよ。私、ミナル君のお姉ちゃんを見たの。おいゴキブリ、いるの分かってんだ、出てこいよ。俺たちはな、捨てられたんだよ。このまま二人でどっか行っちゃおうか。何度も死のうと思った時あったよ。私なんかどうせ最初から汚れてるんだって。まったく、なんて家なんだよ。ちょっとあんたのせいでどれだけひどいことされてきたかってこと。誰にも言わないから。俺に全部言ってよ。何勘違いしてんの。